あとはそういった良い吸着剤ができたのもあの、まあ、分離科学を専門とする研究者だけだとものを作るというところがあのノウハウがなくていいものができなかったとそれであと興奮子とかものを作るだけの研究だと分離するというメカニズムの方はあのまだ少しあのうまくできなかったとそこがまあ融合して一緒にやったことによってより良いものができたと従来からそういったことができるそういうトライした方々はいたんですけれども。 まあそれをはるかまあ一桁二桁くらいいい結果がですね一緒にやることによってできたという点が今回のコラボレーションの良かった点、ね、だと思いますね。あとダイセルの方のちょっとこういうことはしたいんだけどということでそれに関係する先生が集まって話しませんかとご提案いただいたのがきっかけになったというのもございます。あの今の学長の山崎先生がもう融合が大事だと。 もうとにかく融合だ融合だっていうことをもう長年おっしゃっていて <laughs>、ま融合しなきゃいけないというなんて言うんですかね。そういうミッションっていうのが我々に徐々にこう染み付いてきていたので、それであまずはじゃあできるところから始めましょう。というところで成功に繋がったという話だと思います。科学の研究者であっても、そういったファシリティが整っているところで、あの何か新しいものが作れないかということを期待したいと思ってますね。大学だけだとどうしても。 実用化という点にはかなり限界があって我々考え方もですねなかなかその辺りに思い至らないということが多いです。世の中で役立つような種があるのであればそれを拾い上げていただいて社会実装化する世の中の製品として送り出すというところを企業にバトンタッチしたいと。 <laughs> まあけど我々の思ってる融合というのはですね実はそんなに狭いものでもなくて大学の中だけの融合ではなくて、えーまあ、日本の大学間もありますしそれよりも面白い世界ですね世界の他の大学別の世界の大学の研究者との融合コラボレーションの中でよりお互いを高めていこうとお互いといっても金沢大学の研究を高めていこうというふうに考えております。